まあその方面の話っていうのはキリがないんだけどさ、その実名でね、昨日もちらっと言った、池田大作ハレンチ行状記っていう小冊子がある。あれなんか今さすがに実名は俺も伏せたけど、あの本物の本は全部実名なんだよ。んでその中での有名なエピソードは、先生がそれこそ白雲寮だからその立派な家の2階にいて、である誰だって忘れたけど、第三なんとか庶務ってあるよね。表向きは仕事してる庶務と、それ裏はもうその夜のお仕事するっていうのがごちゃごちゃにデスクになってるわけだから、分かんなくしたわけだよね。分かるやつはみんな分かってるよ。で先生が何かのそういう夜 の, あのお勤めをするような人たちがそこから行くわけだよね。でそしたら、あの上田なんとかっていう副会長が、ね、当時上田なんとかまだ若い頃でさ、それで、まあ、その女性が上がってって、そしてその後に先生を見たのかな。そしたら捨ててこ姿で、そしてあのここのところにこう紅がついてたんですよ。でそれをそうそう誰かが言って、お前あれ知ってるかお前って。でそっちもう一人の原島さんかな、はあのウグ でその上田さんは遊び人だったから、お前あれな、あの便利なんだか分かるかって言ったら、分かんないって言って、そしたらあのお前ちょっとそういうその実名だぞ、なんで裁判ならないのかって、そんなのばっかりオンパレードだよ。